北陸アイドル部のデジタル学園収録終わりました。はい、能登半島出身高校3年生土井蒼と、はい、北陸アイドル部のミス1号青子と南葵です。本日は先生に本日は4週続けて、先生にお越しいただきました。自己紹介お願いします。金沢工業大学ロボティクス学科の出村です。ありがとうございました。ありがとうございました。4週続けて、ロボットのこといっぱいお話ししました、うん、で今回は夢の話だよね。これからのことですね、うん、そうだね、これからのこといっぱい私たちの欲しいロボットとかのこととかお話ししました、うん、先生4週いかがでしたか？いや、とても楽しかったですね。よかったです、なんかアイドルの皆さんと話すことがなかったので、あら、まあ、とても楽しかったです。なんかあの回を重ねるごとに先生の口角がどんどんこうやって上がっていくのが一緒にお話しして私たちもすごく嬉しかったです。ありがとうございました、うん、またご一緒できるように、うん、私たちも頑張りぜひともお願いします。高台にもアイドル部で行けたらいいなって思います。はいはい、ここで北陸アイドル部からお知らせです、北陸最大のアイドルフェスアップティープレゼンツ輝きフェス2024が、9月7日8日に行われます。詳しくは輝きフェスで検索してみてください、はい、もう北陸最大級ですので絶対に楽しい2日間になります、食べ物とか、金沢観光とかもぜひ一緒にしていただけたらなと思います、はい、私たちも楽しんで、ライブもしますのでぜひ会いに来てください。それではラジコで先生との本編お聞きください、はい、ありがとうございました。